どうも、有言実行マンです。今回はワンピースやっていこうかなと思います。じゃあ、なんかね、前回ね、悪魔の実を探しに行けって言われて、落ち着きの実だって、なんかここにあるらしいから、ちょっと探しに行こうかなと思います。すごい修羅場だったね。ああ、そうね。前回ね、三大将が揉めてたんだよね。キザルを巡り合って、あのパンクハザードの決戦がね、今、起ころうとしてるとこだね。杯さん切れてたね、確かに。もうマグマ出てたもんね。青木女子はほんとあれだね。あの人が婚約者って、ボルサリーノ姫かわいそう。ボルサリーノ姫が婚約者なのもかわいそうだけどね。お、ん?あ。隠された小道、お。行こうよ。なんだ隠された小道って。お、すげえ、なるほどね。道変わるんだ。そんなのあるんだ。もしかして道に前、お前、ボンちゃん。小道とか言って、お前。お前、うん、そうらしいじゃねえよ。お前のせいじゃん。まあ、よくあることだね。歩いていればどこかに出るよ。優しい。みんな冷静だね。あ、やったやんじゃん。なんかフライパン欲しがってんの。お、見て。中華鍋じゃん。うわ。中華系料理屋に変わるんだね。俺、チャーハンは作れるからね。中華鍋いいね。中華鍋もどきだって触れるよ。お、めっちゃ強くなんじゃん。守備も変わるんだ。さあ、ボンクレの服。なんかこういう系多いな。ちょっとカジュアルっぽいの多くない？もっとジャケット系欲しいよね。水玉のスタイル買ってきた。なんかあれじゃない。ヨガフィットネスしてるおばさまみたいな。ああ。ああ。うわ、なんかめっちゃおばちゃんっぽい。もうこれにしよう。これにしよこう。お、旅の疲れで倹約ムード。え。気をつけてよ。そっちがさ。お。ローが沈めてくれるのかな?この喧嘩を終わらせに来た。おお、すげえ。うわ。待って、ロー飲み込まれた。いや、めっちゃ油断してたら急に飲み込まれたんだけど。え、これ吐き出せないの？すごい、こんな敵いたんだってか。初めて見た。ロー返せ。あ、ディアブルジャンプ。グルミエル足。あ、これ倒さないと戻ってこないのか。うわ、え、強い、このハウリング。めっちゃ強い。あ、ローは？あ、戻ってきた。お、宝箱だ。これなんだろう。あ、星のステッキ、これ誰の？あ、プリンちゃんのか。いいね。めっちゃ可愛いじゃん。すげえ、なんかカービィが持ってる。いや、なんかちょっとチャッチくなるけどね。あ、でも見て、星と合ってる。めっちゃいい。相性良すぎ。お、鼻から息を吹き出して敵全体にダメージ与える。ボー。弱そう。可愛い。え、メリーとローめっちゃ仲良くなってきてんな。待って、ロー新しいの。え、見て、めっちゃかっこいい。青銅の鎧だって。ちゃんと買ってこいよ、お前。来た。え、これ色変えれんのかな。この色はちょっと嫌だけど。あれ、なんかさ、これ、ん、あ、そっか。前回剣買って帰ってこなかったんだ、あいつ。あ、ここのつなぎの部分の色変わるだけか。お、じゃあ黄色にしよっか。この鉢のやつと合うようにね。はい。フライパン、お。何これ。占いフライパンだって。占いフライパンか。あ、来た。あ、でもまあ、かっこよくはないけど。まあいいね。これあれですよね。なんか見た目が変わる。これ持ち物が変わると強くなるんじゃなくて、お金を払うと強くなる感じなんだね。だからほら、見た目は変えないけどモテるみたいなのあるもんね。それ面白いよね。なんか、この武器にしたいけど、強くはなりたいみたいな時にさ、めっちゃいいよ。お、ピエロのピエロのローブか。ピエロのローブかわいい。これ何色にする?うわ、そこか。なんか微妙だな、ちょっと。いやー、ちょっとこれ見た目変えないでおこうか。これ合いすぎだもんね、星と星で。ちなみにね、僕のトップガンも星なんですよね。どうでもいいか。僕のトップガンもね、なんか、わかります、あれ。自分で書いた星なんですよね。あれ、なんか言われたことないね、コメントとかで。めっちゃよくない、あれ。自分で書いたんだよね。マッシュ鈴木の寝言がごめんなさい。またあの夢か。自己主張が激しい系の夢かな。お、掃除もしてくれるの優しい。メリーが応援した。うわ、いいね。気合入った。え、なんか汚くしてない?大丈夫?ほこりめっちゃ舞ってるよ。すごい、なんかどっちも汚くしてる。こいつら仲良くなりすぎ。多分こっちだよね。悪魔の実のとこ行こうか。これ隠れた小道を行くと違うルート行っちゃうから行かないにしよう。さっき間違えたんだよね。あ、手紙来てた。お、またゼファーじゃん。ワイワイ僕だよ。お手紙書いたな。届く。もう何回届くのお前。優しい。よし、ここでね、落ち着きの実があるんで、取っていこうかなと思います。お、来た。鼻息来た。おー、クードバンじゃん。え、強っ。お、落ち着きの実をみんなが食べたら、
世界から不安も恐怖もなくなるのこれ。え、急に何を。落ち着きの実を見つけたらさ、宿屋で栽培して世界、おお、いやらしい目してる。いやしい目だね。いやらしいじゃなくて。うわ、いやしい。みんなを自分の思いのままに。やめて、怖いよ。うわ、どっかの湖みたいなこと言ってるわ。落ち着きの実転売する方法を教えてあげるからみんなもやってみて。お、落ち着きの実この辺かな。え、なんか怪しい。あった。怪しい。うわ、もう慎重で隠れてんじゃん。落ち着きの実ゲット。こんななんか美味しそうな実なんだ。お、二人は頬ずり覚えた。それ技になんの？どうしたの？ MP が足りないの？ほら元気出しな。薄り、うわ、かわいい。で、これサンジ君。お、中華料理屋じゃん。めっちゃいいくない？この前ね、中華フライパンあったから。あ、いいね、中華エプロン。え、かっこいい。やっぱ赤がいいな、中華エプロンは。うわ、赤かっけえ。ねえ、知ってる？なになに、豆柴みたい。お、実はローってね。うわ、ローの悪口言われてるわ。え、そうなの？らしいよ。そんな一面があったなんて。実は馬、え？ローの過去編聞いたから。うお、ものすごく好き、すごい、相思相愛レベル高すぎ。二人は湧き合うを覚えた。相手が HP バナナを使い切った。お、優しい。君にジュースを買ってあげるってことね。よし、落ち着きの実取ったから、あの子たちに渡してこようかな。お、え、襲われた王、やば。やばい、襲撃受けてるかもしれない。これは一体、マジか、ちょっと、うびっくりした。まさかもうすでに山賊ヒグマたちが攻めてきてるとは。やば、え、やばい、どうしたの、ブルック。何があったの？ヒー来ないで許して。やばい、ブルックが、ジンベイがこんなに、敵の侵入を許してしまう。ジンベイですら負ける相手。見たこともない巨大な化け物。ヒグマお前。巨人族でも引き連れてんのか。あ、やばい。何してんの白ひげ。私の任務はただ一つ。王様支えろよ。怪物と、やべこいつ責任逃れしてバカ野郎。お前は体を鍛えてはいるものの、戦いは苦手なの。うわ。やっぱスパイと侮辱してる奴らだから。王様のこと守ってくれてない。こっちも行きたいけど、ちょっと待って。王様助けとか。え、誰だお前。うおぉ。やさぐれデビル出てきた。まあ、倒せるでしょ、さすがに。ああ、ああじゃねえよ。いや、ロー頑張ったのにな。かわいそう。やばいやばい、ちょっと待って。もうサンジ君がさ、みんなの堪忍袋を爆発させてんだけど、プリンちゃんにも嫌われてるし。どうしよう。やばい、なんか勝手にファイヤー出すから。あ、やばいな、これ。ちょっと今、チームの仲悪すぎるな。さすがに。やばい。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。振りかけ使うか。さすがに、命復活させるか。マッシュ鈴木来い。オッケー、ちょっと回復しながら戦おう。やばい、ちょっと強いわ。どうしようかな。から焼き、行こう。やばい、強いな、これ。え、意地悪になった。ムカムカ行動、気を取られる。じーわ、やらしめ。え、最悪じゃん、もう。最悪。やばい、悪いこと考えるなって。うわ、もう。お前、最悪だよ、ほんと、マッシュ鈴木。うわ。いや、いい人に戻ったとか。今更なんだよな。どうしようかな。HP と、もう MP 全部復活させとこう。これさ、自分に激辛料理できんのかな。自分にできるやったら強いけどね。これで、あー、待って、できないのか。うわ、ちょっと硬すぎるな、無理かもしんない。あ、終わった。お、ロー、鋼の剣じゃん。これで勝てんじゃない？買ってくればね。あ、やっと買ってくれた。よかったよかった。あ、いいね、かっこいい、マジで。超騎士じゃん。んで、これ新しいファンシーエプロン買うと。いいね。お、ビンタだ、ビンタ、来た。愛のビンタ来た。うわ、すごい。やっぱローはちょっとあれやな。このチームのリーダー格だね。これちょっとプリンちゃんおかしくなったから、激辛料理で目を覚まそう。いや、これでさすがに目覚ますだろ。え、これでもイライラすんのか。うわ、うわ、最低、もう。うわ。
くっそ、プリンちゃん。早く戻ってくれ。あ、ラブ&ピース、オッケー。いや、強いな、これ。オッケー、いい人に戻った。いい人に戻ったけど眠らせんのか。もう一回回復させて、いや、難しいな、こいつちょっと、あれですよね。中身から削っていくタイプ。絆から壊していくタイプ。うわ、もうお前は勝手にやってろ。いや、もう、まあ、最低サンジ君、何してんの、本当に。いや、こいつちょっと よくないよ、マジで。うわ、ちょっとやばい。チームワークが崩れちゃう、こいつのせいで。いや、どうしよっかな。これは、どうしよう。枯れ木かな。いや、結構硬いわ、マジで。馬使ってくれないと勝てないかも。うわ、52ダメージ、いいね。やばい、やばい、やばい。やばい。ギスギスしてる。どうしよう。ガチギスギスしてる。いや、いけるぞ。うわ、ちょっとプリンちゃんも。あ、手抜くなって。やばい。このチームワークのなさやばすぎる。やべ、このチーム終わってるわ。あ、よかったよかった。ギリ倒せた。あ、敵討ちね。かっこよすぎ。あ、無事でよかった。いや、白ひげほんと戦えよ、お前。親父。何してんだよ。お、だよ、魔王が攻めてきて。うわ、三図効果。やつは姫の部屋だ。やばい。頼むぜ、ヒグマ。やめてくれ。うわ、杯いんのか。さあ、ボルサリーノ姫。ボルサリーノ姫の可憐な顔が。みんな、なんだあの化け物は。ここ。おい、青生地どこ行くんだよ。怖いよ、助けてママ。うわ、青生地のお母さんで誰の、お前何食ってて戦国。お前元帥だろ、しっかりせ。姫の顔を奪った山賊をヒグマ。あいつは悪夢の塔へ飛んでいきました。あ、これ敵のアジトかな。どこにあるの？あ、そこにあんのか。え、待って、ボス戦じゃん。怖いけど。僕は後を追います。いや、さすがにかっこいい。ボルサリーノ待ってて。あ、さすが、杯あの、いいね。この走り方こそ大将の後ろ姿よ。戦国しっかりせ。戦国今の杯のあれを見てるから、結婚許してくれんじゃない？ボルサリーノ、姫のこと頼んだぞ。杯のこともな。うわ、ちょっと戦国が杯のことも気にかけてるじゃん。これ、ハッピーエンドルートあるんじゃない？杯の。一応行こうか。ここ、中ダンジョンなのかな？うわ、結構広い。え、結構もうボスっぽくない？中ボスかな？すげえ、見て。ゼルダの伝説、ブレイスオブザワイルドみたい。すごい。お、楽しそう。最近ね、なんで、最近っていうか昨日なんで出せなかったかっていうとね、あの、ワンピースオデッセイのまとめ動画っていうか、なんかマット動画みたいなやつ作ってたんですよ。自己満でね。ここ薄気味悪いね。なんだか空気も湿ってるし。怖いの？うわ、煽ってきてる。まさかそう。それはそれで怖いわ。え？本当はちょっと怖い。正直だ。ボルサリーノ姫助けて早く帰ろうよ。そうだね。そう、で、オデッセイのね、マット動画作ってたんだけど。いや、やっと完成したね。やっと完成したから今日は動画出せるかなって感じ。いや、てか、めっちゃね、改めて、そう、作るときにね、まあ、上行こうか。作るときに、全部の動画、一応全部見返したんですよ。いや、面白いね、やっぱワンピースオデッセイ改めて見ると。オリジナルストーリーが良かったよね。なんていうの？昔のワンピースの世界探検するってとこよりかは、オリジナルストーリーなんか、あれだよね、リムとか、アディオスとか、その辺の話が面白かったなと思って、改めて見るとね、そういう動画を、なんか作ってたね、自己満で。楽しかったね、普通に。お！うわ、やべえ！割り込み？うわ、いい格好させない。あ、でもいいじゃん、それ。別にそれいいけどね。うわ、もう、こいつほんと20アゴ。鉄アゴめ、ほんと。お！エクスプロージョンだって。魔法の爆発を引き起こし、敵全体にダメージを与える攻撃もかっこよ。お、来た！エクスプロージョン。僕も手伝うよ。え、これどんな技なの？おぉ、強っ！全体魔法だ。え、やば、プリンちゃんやばいかも。結構頭飛び抜けて強いかもしんない。うわ、ワイルドスタイルいいね。スギちゃんだ。ワイルドだろう？うわ、スギちゃんっぽく水色でいく？お、悪魔のおやつ。こういうのプリンちゃん好きなんだよな。ほら、チョコ大臣だもんね。いいね。さあ、これは、上悪魔のおやつか。うわ、三軸行ってくか。なんでやねん。お前。
いや、特上グリフォンはやばい。シャンクスの刀だもんね。いいね、さすがに美味しいか。スライムゼリー、うわー、スライムゼリー残しとくか。まあ、うわお前は何も食うな。うわ、どうしよう、結構長そう。これちょっとやめ時を見失っちゃったかもしんない。え、どうしようかな。このステージぐらいで終わろうかな。うん、なんかついてる？あ、ついてるよ。肩に毒図、うわ、優しい。やばい、ちょっと待って、プリンちゃんとサンジ君喧嘩してるんだよな。どうしよう。プリン、うわ。どういうことしてごめんね。またプリンと仲良くした。よく言えたよ、マッシュ鈴木。お、私も泣いてんじゃん。かわいい、なにこれ。え、かわいい。こんだけ仲良かったらデートとか連れて行かなくても自然に許せるんだ。すご。そして一方馬小屋では。お、うわ、ちょっと学んだ。この前人参で、嫌いって言われてから、リンゴも持ってきたんだ。お、どんまい。うわ、仲良すぎだろ、こいつら。なんかちょっとね、ボンクレ一人だけかわいそうだな。ボンクレとあれか、サンジ君も。あれなんか、こいつらデート連れて行こうじゃん。あ、図書館でいいんじゃない？図書館の静かな場所で、お、この図書館の本、全部読めよう。うわ。頑張って、うわ、塩対応されてる。あ、ちゃんと読んでんだ、しかも。年は取りたくないの。どんだけ読んだの？あ、これで、このギャグで仲良くなれるのね。あ、これでも一回じゃ無理なんだ。うわ、親密度が足りないのか。ちょっともう一回海とか連れてく？まあ、静かなとこでやった後、次は開放的な場所。お、お、なんか動物の森でよくあるやつや。便箋のね。うわ、熱森コラボじゃん。開けてみてよ。これは？お、ゲーム券を1枚ゲット。あ、いいんだ、これで。いや、よかったよかった。ちょっともう最近すごいからね、ムカムカがみんなの。ちょっとギスギスしてるから。お、結構進むけど。まあ、ちょっと今日ここで終わろうかな。ちょっとあんま時間ないから今日ここで終わります。さあ次回多分ボス戦いきます。バイバイ。